ウニッチ、今週のテーマは水門立構自動閉鎖システム、命を守るための津波防災。沿岸各地に整備されている水門立構自動閉鎖システムは、津波被害の教訓を踏まえて整備が進められてきた津波から命を守るための重要な施設です。今年2月末現在、55カ所で運用されています。岩手県では水門や立構を迅速に閉鎖するため、またゲートを操作する人の命を守るためにゲートの操作の遠隔化と自動化を行っています。このシステムにより、操作員が現地で操作することなく水門や立構を閉鎖することができます。ですが、このようにシステムが整備されても津波から命を守るためには避難することが大切なことに変わりありません。避難場所や避難ルートなどについて、日頃から家族や職場、地域内で確認しましょう。水門立構自動閉鎖システムは、津波注意報などが発表されると作動します。津波注意報などが発表されると、スピーカーや回転灯などで海岸周辺にいる方に避難を知らせます。その際にはすぐに海岸から離れて安全な場所に避難してください。安全周知と同時にゲートは自動的にゆっくりと閉まりますが、動き始めたらゲートを通ろうとせずに施設付近の階段から避難をしてください。ゲートに障害物が挟まると閉鎖できないので、車を止めたり物を置かないようにしてください。水門立構自動閉鎖システムが整備されても、避難の大切さを忘れずに日頃から津波に備えましょう。岩手湾国広報室、次回お楽しみに。